どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、ダイナースクレジットカードの、案件紹介と、ポイント10倍キャンペーンについてね、解説していきたいと思います。こちらね、最大ポイントサイトから2万円、ダイナースクラブの、ね、キャンペーン利用で最大5万マイルがもらえるね、キャンペーンとなっていますので、ぜひね最後まで見ていただけたらなと思います。まずね、ダイナースクラブクレジットカードの基本スペックなんですけども、年会費が初年度から2万2000円かかるクレジットカードとなっております。ポイントは100円で1ポイント貯まるクレジットカードとなっていて、このダイナースっていうのはちょっとなかなかね使えるところが、まあ、国内はねそこまでねいいんですけども、海外でね使えない場合が多くてですね、このダイナースっていうのはコンパニオンカードっていうのはね昨年7月ぐらいね発行されるようになって、まあ、こちらはですねダイナースのクレジットカードなんですけども、国際ブランドはマスターっていうねこのサブカードみたいなのを発行できるようになって、まあ、こちらもね一緒に、このダイナースクレジットカードを、発行するとね、もらえて利用することができます。でもこちらだと、基本ポイントはね、まあ、200円で1ポイントになってしまいますんで、まあ、その点はね覚えておいていただけたらなと思います。まあ、マスターカードのブランドになればね基本的にまあどこでもね、利用できるっていう感じですよね。で、このダイナースクラブクレジットカードなんですけども、まあ詳しい方はね結構知ってる方多いと思うんですけども、公共料金がね一部対象外のね、ものがあったりとかしますので、もしねこれでこのクレジットカードでね、メインカードにされるっていう方は一応ね公式サイトを見ていただいて、まあ、ポイントねもらえるもらえないっていうのがありますので、公式サイト概要欄に貼っておきますので、そちらもねチェックしていただけたらなと思います。まあ公共料金はね継続的に支払っていくものなんで、まあそれにねポイントがもらえないクレジットカードを当ててしまうと、まあ、結構もったいなかったりしますんで、まあ、その点はねぜひチェックしてください。それでねポイント自体に、有効期限はありません。で、このポイントの交換なんですけども、 ANA マイルに交換できるんですけども、それ以外にもデルタ、ユナイテッド、大韓航空、アリタリア航空に、このポイントはね交換できるわけなんですけども、もう残念ながらねこれ ANA 以外のね航空会社の移行にはですね、半分になってしまうんですね。ANA は10日でね交換できるんですけども、他のね航空会社はもう半分になってしまいますんで、まあこれはね ANA マイル以外にね選択肢はないかなっていう感じがします。で、移行手数料が年間6000円かかるっていう風になっておりまして、移行上限がね年間4万ポイントまでっていう風になっております。で、それ以外の特典なんですけども、エグゼクティブダイニングっていう、まあ、2名でねコース、レストランでコースを予約すると、まあ、1名分無料になったりとかね、空港ラウンジも、ダイナースクレジットカード、ダイナースクラブクレジットカードはですねかなりの数の、ラウンジが利用することができます。ちょっとねこれかなり多いので、こちらもね公式サイト貼っておきますので、もしね利用されたい空港がある場合ですね、こちらチェックしていただけたらなと思います。で、手荷物宅配なんですけども、帰国時のみ無料、対象は羽田、成田、関空、中部っていう風になっております。ダイナースクラブクレジットカードの、ね、基本スペックはこんな感じになっておりまして、一つ付け加えるところがあるとすればですね、ダイナースは審査が厳しいです。審査が厳しい。私ね会社員やってる時も落ちましたし、結構ね落ちたっていう方もね、聞いていますので、結構ね審査が厳しいですよっていうことだけは覚えておいてください。で、こちらねダイナースクラブクレジットカードですね、今現在ポイント10倍キャンペーンをやっておりまして、期間は4月の1日から5月の31日申し込み分まで対象っていう風になってまして、なんとねポイントが10倍になるんですよね。これねすごいキャンペーンです。で、入会から3ヶ月以内50万円分がポイント付与が10倍っていう風になりますんで、最大でね5万マイルね、獲得することができます。このポイントの内訳なんですけども、本来通常で100円で1ポイントで、今回のキャンペーンで特典で9ポイント入って、まあ、合計でね10ポイントっていう風になります。で、こちら
キャンペーン中はですね、100円で10ポイントがそのまま10マイルになるってことなんで、100円で10マイルに貯まるっていうことなんですよね。すごいですよね。ポイントの付与時期なんですけども、届いたねクレジットカードの有効期限によってね、断られるようになっていて、左下とか下の方にね書いてありますよね。4月の場合は、対象期間が6月まで、ポイント付与が8月下旬というふうになります。でこちら5月に発行すると、で対象期間が7月末までっていうふうになりまして、ポイント付与が9月の末までっていうふうになりますんで、押さえておいてください。今回のこのキャンペーンの特典ポイントの利用明細っていうのは、会員のねオンラインサービス内で確認ができますので、まあどのぐらい使ったっていうのはね、分かるっていうのと、ポイントがねどんな感じになっているのかっていうのは分かるのはね、とても分かりやすくていいですよね。でプラスね、ダイナース側で、それ以外にもキャンペーンがやっていて、こちらね入会すると、漏れなくね、ダイナースクラブの、オリジナルねタグがねもらえます。まあ、これいるかいらないかね、ちょっと結構賛否分かれるところだと思うんですけれども、もらえます。で、このダイナースクラブクレジットカードの、ポイント交換の、注意事項、こちらねよく覚えておいていただきたいんですけども、ダイナースクラブのねこのポイントは10日で ANA にね交換できるんですけども、それ以外に、の航空会社に交換すると半分になるという話をさせていただきましたよね。プラスしてですね、年間交換できるポイント数が年間4万ポイントまでしかできないんですよね。ですので4万ポイント、まあ、今回このキャンペーンでもらえるポイントは5万ポイントですよね。ということは1万ポイントあぶれるわけなんですよ。ってなると、こちらねこの1年間っていう切り替え時期がダイナースクラブクレジットカードの場合12月の21日が切り替え日っていう風になってますんで、もしねこの動画を見ていただいた方でクレジットカードね発行して利用された方はですね、4万ポイントで12月の20日までに交換する、4万ポイントね。で12月21日になったら、残りの1万ポイントをね、交換するようにしてください。そうしないとですね、12月20日までに、こちら4万ポイント交換しないと、12月21日以降でね5万ポイント一気に交換できませんので、年1年間以上ねこのクレジットカードを保有しなきゃいけないことになるわけなんですよね。もちろんずっとこのクレジットカードをね保有されていくっていう方は別にいいんですけども、もしこのキャンペーンを狙っていきたいだけっていう方は、まあおそらくね、まあ1年間のこのクレジットカード保有でね、検討するか、解約するかね、考える方多いと思いますので、これ1万ポイントね交換できなかったらかなりもったいないですので、この点はね、確実に押さえておくようにしてくださいね。で最後にねポイントサイトの案件、紹介して、今回の動画ね終わりたいと思います。今ねポイントサイト EC ナビで2万円分のね、ポイントで案件が出ております。ですので、まあ、こちらね経由して、クレジットカード発行するだけで、2万円分のポイントがねもらうことができますんで、もしね、こちらのキャンペーンでね発行される際は、ポイントサイトを通すようにするのをお勧めします。で、今回のねキャンペーンの獲得 ANA マイル数の合計なんですけども、ポイントサイト2万ポイント EC 並みの2万ポイントは、T ポイント経由のね JQ セゾンルートで、交換すると14,800マイル、ダイナースクラブクレジットカードのキャンペーンで、5万マイルっていう風になりますんで、合計で64,800マイルがね、このキャンペーンでねゲットできますんで、かなり大きいねマイル数になりますよね。64,800 マイルあればね東京エコノミークラスはね余裕で発見することができますしね、もうちょっと頑張って8万マイルまで貯めれば東京ニューヨークねビジネスクラスで行くことができますんでね、まあ、ちょっと今自粛で厳しい時期でありますけども、今はね飛行機乗ることできないんで、できればね ANA マイルを貯める方にねフォーカスして、ちょっと頑張っていただけたらなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。